インノケンティウス10世は、ローマ教皇。本名は、ジョバンニー・バッティスタ・パンフィーリ。全教皇の方針を確認し、ジャンセニスムを断劾した。ローマ出身のパンフィーリは1597年に、除会。1604年から1621年まで、結婚を専門に扱う、教会裁判所であるロータの判事を務める。1621年に、マポリの教皇代理。 1626年にアンティオキア大司教となり、同年にスペインへ教皇大使として赴任した。教皇ウルバヌス8世の甥のフランチェスコ・バルベリーに数奇教のお供も兼ねての赴任で、スペイン滞在中に画家ディエゴ・ベラスケスと出会った。1629年に数奇教に選ばれ、1644年のコンクラーベにおいて、フランスの数奇教団の後押しで、 教皇位につき、インノケンティウス十世を名乗った。元は、法学者で、教皇庁では主に外交の分野で、目覚ましい業績を挙げていた。ウルバヌス発生没後の教皇選挙は、混乱を極めた。スペインの数ー教団とジュール・マザラン数ー教に、引きられた、フランスの数ー教団が激しく対立したためであった。二ヶ月半もかかり、長引く、選挙の末、 全教皇のフランス寄りの姿勢を改めたい、数機教団がパンフィーリを支持、フランス側も妥協案として、パンフィーリの教皇選出で合意し、彼がインノケンティウス10世を名乗って、新教皇となった。選出後は、親スペインに路線を変えたため、フランスとの関係は悪化した。教皇は手始めに、ネポティズムを改め全教皇の一族バルベリーニ家の弾劾から始めた。 フランチェスコ・バルベリーニとアントニオ・バルベリーニの兄弟が、教皇庁財産の横領容疑で訴えられ、二人は、フランスに逃れ、教皇庁と対立していた、マザランの庇護を受けた。ローマにあったバルベリーニ家の財産は没収され、六ヶ月以上、教皇の許可なくローマを離れた、数奇教は特権を奪われ、数奇教遺自体も奪われる可能性があるとした直書が、発行されたが、 フランスは強固命令がフランスにおいて無効であることを宣言した。インノケンティウス十世はこのフランスの同活にも妥協しなかったが、フランス軍が出動の姿勢を見せると、ついに妥協に追い込まれ、フランスの講演によってバルベリーニ兄弟はローマに戻ることができた。フランチェスコは1648年12月に、アントニオは1653年に帰郷、後には、 保身からパンフィーリ家がバルベリーニ家と政略結婚を結ぶまでになった。外交でスペインに肩入れし、ポルトガルの独立に反対、30年戦争を終結させたベストファーレン条約については平和を歓迎したがカトリックに不利でプロテスタントに有利な内容と教皇に関係なく和睦交渉が 勧められたことに反発、条約によって、教会の権利が侵害されたことに、抗議のため、ベスト・ファーレンへ派遣していた、強行大使、ファビオ・キーイから、現地報告を受け取ると、1648年の会直、ゼロドムスデーで激しく抗議したが無視され、強行権の衰退が明らかにされた。また、特筆すべきは、 全教皇が断罪したコルネリウス・ヤンセンの著作、アウグスティヌスについて、彼自身が任命した、委員会に2年にわたって10分の討議と検討をさせた結果、1653年5月31日、五箇条の命題を語尾として、改めて断外したことである。以後、ジャンセに住むと教皇庁の長い戦いが続くことになる。治世中。 イングランドで勃発した新教と革命にも介入国王チャールズ一世支援に前向きな姿勢を示した。1645年にアイルランドカトリック同盟の要請に応じて強行特使としてフェルモ大司教助版にバッティスタ・リヌチーニをアイルランドへ派遣したが、リヌチーニにアイルランドの対抗宗教改革推進によるプロテスタント根絶。 プロテスタントとの妥協反対の立場から、カトリック同盟とチャールズ一世の部下のオーモンド公、ジェームズ・バトラーが進めていた和睦交渉の破棄、チャールズ一世のカトリック改修も視野に入れた命令を、リヌチーニへ下した。このためリヌチーニは、強行策に走り和睦交渉をぶち壊しただけでなく、チャールズ一世の密集のグラモーガン博、エドワード・サマセットが、 カトリック同盟と結んだ密約も吐き、エンローニールら強硬派が、カトリック同盟で対頭し、リヌチーニと結びついた。結果、チャールズ1世がアイルランドから援軍を受け取る、計画を不可能にしてしまった。インノケンティウス10世の統治に、大きな影響を与えたのは、騎士オリンピアマイダルキーに出会った。欲深い彼女の存在が、ウゾウムゾウの噂や抽象を生み出した。 教皇自身は改革の志を持っていたが、このオリンピアの存在によって、教皇の評価には、泥が塗られる結果となった。オリンピアは、生職売買と息子などの親族登用に走り、教皇も、オリンピアの言いなりになり廃止したはずのネポティズムに手を、染め、パンフィーリ家の人間を登用した。ただし、国務長官には、 認知から呼び戻したキージを1651年に任命。彼は、インノケンティウス十世マキア継ぎの教皇に選出されることになる。晩年は、健康が悪化し、就任から襲われていた怒りの発作も、相まって、外交でも、内政でも失敗が続いた。全教皇から引き継いだ、パルマ公国とのカストロ戦争は、戦費の無駄遣いと戦場のだけに終わり、 苛立だった教皇は側近を次々と罷免していった。1650年にオリンピアとも抗論の末に追放しながら、彼女なしでやっていけないと知るや呼び戻す始末で、汚職を重ねた側近の斬首刑も行い、気難しくなった教皇は、周囲から人々を遠ざけて孤独な晩年を送り、1655年1月7日、80歳で死去。あまりにも、 人望を失ったため以外は3日間放置され、葬儀費用は誰も出さず、オリンピアに至っては、教皇の身の回りの品々を押収した挙句、葬儀費用は愚か埋葬費用すら出さず、他人に押し付けて、宮殿を退去するありさまだった。死後行われたコンクラーベで、キージーが次の教皇アレクサンデル7世に選出、インノケンティウス10世の反フランス政策を、継続していった。 外交、内政ともに失敗が続いた、インノケンティウス10世だったが、芸術のパトロンとして建築家、ボルロミーニ、ベルニーニを援助し、主々の建築を行わせた。全教皇をはじめバルベリーニ家に援助してもらった、ベルニーニを、全教皇ほど徴用しなかったが地位を保障した上で、仕事を継続させ、サンピエトロ大聖堂の消灯をめぐるトラブルはあったが、後に、 ベルニーニとダカまりを解消して、自身の共造や、噴水制作を彼に任せた。これにより、ナボーナ広場に、有名な四大河の噴水が築かれたのは、インノケンティウス10世の時代であった。また1649年に、旧地のベラスケスがローマを訪問すると、肖像画の制作を、承諾、1650年に、教皇インノケンティウス10世を描かせた。 ベラスケスはこの絵の上半身だけを模写した、ローマ教皇イ因ノケンティウス十世半身像を、スペインへ持ち帰り、スペインの教皇大使がそれを見て、本人そっくりだと感心したという話もある。パンフィーリがまだ数奇教だった時、教皇の全権施設の一員として、パリを訪れ、デュ・モンスティエールという画家のアトリエに、トレント宗教会議士という貴重な書物が、 置かれてあったのに目を止め、その本を、包囲の中へ忍び込ませた。モンスティエールはそれを目ざとく見つけ口汚くののしって、本を取り返し、未来の教皇を足下にして、アトリエから叩き出してしまった。インノケンティウス十世のフランス国王や国民に、対する悪意はこの出来事に由来するという噂もあった。ありがとうございます。